ズバリ診断毎週占いうちのガールズ休みません。はい、すいません。このコーナーではガールズたちのお悩みに対しリサ先生から辛口アドバイスをしていただきます。リサ先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、先生、実はリサ先生がですね、今月で出演が最後となってしまうんですよね。はい、そうですね。今月いっぱいで、はい、今月で、はい、バイで卒業させていただいて、ね、はい、次のステップに挑戦させていただきたいなと思います。はい、はい、さあ、それではお悩みある人。はい、はい、じゃん。すごいね、どんくさい。はい、じゃあ、まさゆ行きましょう。はい、鑑定開始。どんくさくって昔から、うん、なんか幼稚園の時とかも結構、うん、お弁当を一人だけ最後残って食べてるみたいな、うん、どんくさいって言ってるけれども、それはそれで短所ではなく長所だと思います。やっぱり自分をの一つの個性としてまず認めることっていうのがすごく大切だと思います。欠点と捉えることが自分が苦しくなるので、まずはそれは小田切ちゃんの長所だと思って思うこと。もし直したいと思う時が来た時には、小田切ちゃんの場合は人によりも3歩も4歩も引いて人を見てる。人をこうずっと見るっていうことをしないで3歩4歩引いてみる人を、っていうのは自分に自信がないから3歩4歩引く。そのままその人と自分を、例えばビルの、10階のビルで言ったら10階に自分がいたら自分も10階、相手も10階として見るの。その時にどんくさいという自分のその言葉は出てこなくなって、相手と同じリズムに自分もなっていける。自然に自分を否定する気持ちから合わせようとしたりとか、そういうことにするとできなくなってくる。だからどんくささを上手に、どんくさい時もあればどんくさくない時もあるように上手に使いこなすっていうことの、ふんにした方が、うん、これから小田切ちゃんの良さが世の中に広まって、これから自分の夢がしっかりと叶っていくと思います。はい、おい。ありがとうございます。響いておりましたよ先生。よかったです。先生後半から泣かしたろ泣かしたろみたいな、涙ありがとうございます。はい、ありがとうございます。